ハローニューライフ、今回は市民図書館にお邪魔します。現在の伊万里市民図書館は平成7年7月に開館、蔵書数は38万8千点を超え、生涯学習活動伊万里ミントカレッジの拠点になったりと、市民の知恵と豊かな心を育んでいます。今回本を紹介してくれるのは、こんにちは、ヤングじゃないけどヤングコーナーを担当しています司書の添島です。ヤングコーナー担当5年目ですっかりヤングじゃなくなった森です。ヤングコーナー担当じゃないけど伊万里市民図書館では一番ヤングな司書の中村です。時期を問わず短編とかはよく出ています。こちらにある54字の物語とか5分後シリーズとかが人気です。小説サイトの書籍化されたやつもよく借りられてますね。転生したらスライムだった件とかですかね。転スラですか。やっぱり異世界は未だに人気ですね。その手の本ってタイトルちょっと長いですよね。もうすでにタイトルでネタバレしてるのありますもんね。若い人としては素早く読めて完結するのが隙間時間とかにはいいですね。サクッと読めて朝読書にも最適ですね。あと異世界ものは私の年でも本当に面白いです。物語の本です。復活の日です。 SF 作家小松左京さんの原作をジュニア向けにリライトしたものです。ある研究所から細菌兵器として研究されていた新種のウイルスが持ち出されます。マイナス10度を超えると爆発的に増殖する驚異的なウイルスで、いろんな出来事が重なってそれが世界中に飛散し、人間を死に至らしめ人類滅亡へと導くというお話です。あれ、3年前の状況に似ていませんか。一昨年ぐらいに状況がコロナ禍と似すぎているってふわっと話題になりましたね。はい、ふわっとなったんですけど、ヤングコーナー誰も借りていなかったので満を持して紹介します。こうやってマスクを外せるようになったからこそ改めて読んでほしいです。しかもこの原作1964年に発表されてるんです。1個前の東京オリンピックですよ。小松さん、私の中では預言者です。スープ作家有賀薫さんによるレシピ本、何にも考えたくない日はスープかけご飯でいいんじゃないです。これもタイトル長めですね。そうですね、これも長め系ですね。この本は猫まんま全面工程と銘打ち、鍋一つで作ったスープをご飯にかける、簡単で楽ちんなスープかけご飯を紹介する一冊です。猫まんまってもう想像がご飯と味噌汁しか追いつかないんですけど、味噌汁じゃなくてスープですか。そうです、スープなんです。表紙の写真もとても美味しそうですが、中を開いてみるとドーンと大きい料理の写真がどれも美味しそうで、眺めているだけでも楽しく元気になれるレシピがたくさんあります。実は私いつも母にご飯とお弁当を作ってもらってるんですけど、私でもできそうですか。大丈夫です。手順もシンプルに分かりやすく書かれているので、普段作らない人でも気負わず作り始められます。食事は1日3食、これが毎日続きます。疲れたと帰ってきた時、時間がなくてささっと作りたいとき、何品も献立を考えなくていいし、洗い物も少なく済む、そんなスープかけご飯は新生活で忙しい皆さんにぴったり、そして合理的な料理ですよね。なのでめぐみさんも作れます。頑張ってください。頑張ってください。頑張ります。はみ出す力、スプツニコさんの本です。今度はタイトル短めですね。はい、著者はテクノロジーとアートを融合させたユニークな作品を生み出す美術家です。この本では
幼い頃から社会の普通という枠にはまることができずに、はみ出し者として生きてきた自身の反省をたどり、自分らしく生きていくためのノウハウを語り尽くします。タイトル短めですけど難しくないですか？あ、でも余白多めで読みやすくなっています。これから生きていく上で参考となる人生論が散りばめられています。周りと違うことってちょっと怖いと感じますよね。特に新しい環境で自分らしく堂々といるのは難しいと思います。深いですね。この著者のスーパーはみ出しまくりのライフストーリーを読んだら、人と違うことを楽しんで自分らしく夢に向かって進んでいく勇気がもらえると思います。ぜひ読んでみてください。ご進学、ご進級、ご就職おめでとうございます。新しい環境に飛び込むにはたくさんの勇気とたくさんの気遣いが必要になります。でも失敗しても大丈夫、失敗から学ぶことが多いです。あなたの人生の主役はあなたです。楽しむかどうかは自分次第です。もしきついなと思ったら図書館に来てください。今の気持ちに合う本が見つかるかもしれませんし、もし見つからなくても私たちと一緒に探しましょう。あなたの頑張りを伊万里市民図書館は全力で応援しています。